前たり声は、越中東山藩の第12代藩主。天保6年2月17日、第10代藩主、前田利康の七、男として、江戸で生まれる。嘉永6年12月19日、同母兄で第11代藩主の利友の養子となり、12月20日に兄が死去したため、嘉永7年2月12日に家督を継ぐ。藩政においては文部を奨励し、 食草の奨励や、織物機械技術の導入、人材の刷新、日田開発など、刷新的な反省改革に着手する。しかし、安政2年2月に、富山で大火が起こり、共作などの悪条件が重なって、反財政はさらに困窮する。このため、聖母のマイキや江戸詰めの殻を、富田兵村江戸派と結託して、金札を増発することで財政を再建しようとしたが、これが、 帰って金融混乱を招いた。しかもコエが江戸派と結託したことで、父の利安らと山派と交想することとなり、藩内での派閥争いが、帰って激化することになった。この派閥争いは、はじめこそコエの方が優勢であったが、利安は、本家の加賀藩主、前田成安と手を結んで反撃し、富田兵部を自害に追い込み、前期は撤去とされた。 さらに江戸派の面々も大量に処分された上、利コ自身も安政4年3月には病気を理由に一切の政務から離れることを強制的に命じられ、藩の実験は父の年安が握ることとなった。安政5年2月26日、飛越地震が発生した。富山城下も被災し、城も石垣が崩れるなどの被害を出した。加えて、城岸寺川上流で、 天然ダムが発生している情報がもたらされ、上司から町民に至るまで、富山城西側の呉れ波丘寮での避難生活を余儀なくされた。約2週間後、ダムが決壊し、寮内に濁流が押し寄せ、広い範囲で農地が被災した。安政6年8月の年安の死去後、リコエは本家の前田成安の命令で、成安の実施である。 李道を養子に迎えることを余儀なくされ、同年11月22日には李道に家督を譲って隠居することとなった。また、以降の富山藩には、加賀本藩から富山詰カルオンが派遣され、藩政を監督されることとなった。明治37年2月16日に死去した。去年70。ありがとうございます。